ファン・イニョプさんです。いや、わかる。あ、わかる。わかります。私女神降臨見てて、いやもうこっちハテちゃなんですか。こっちハテちゃなんだけどとにやけてますよ。もう川口さんがニコニコして。あららららら。自分はじゃあどちらかというとスホ派チャウヌ派ではなく、ソジュン派、ファン・イニョプ派だったと。そうですね。わあ、ユリナ降臨でございます。ユリナ降臨。顔の天才というふうに言われてますよ、顔天才、チャウヌさんとファン・イニョプさんどっちがっていうのでね、話題になったということでございますが、最近の作品ですとね、ネットフリックス作品の「アンナラス・マナラ」などで主役級となっておりますので、もうサブ病誘発俳優という肩書きは今後ちょっと変わってくる可能性はね、あるかと思いますけれども、まあキス職人のような新しい肩書きが付けられる可能性もありますのでね、注目してほしいと思いますが、そんなファン・イニョプさんからもメッセージが届いておりますね。全員ですね。逆にない方が驚きますね。K스타 각구의 시청자 여러분 반갑습니다. 저는 배우 황인엽입니다. 꿈이라는 거 말이에요. 시청자를 ときめかせる 人気俳優のファン・イニョプさん。リアコ俳優と呼ばれることについて聞いてみると、저와 사랑에 빠지셨다니 저도 너무 행복하고요. 여러분들께 좋은 모습을 보여드리고 또 사랑에 빠졌다고 했는데 어떻게 해야 되지? 사랑에 빠졌다는데 많은 사랑을 주시고 또 항상 아낌없이 응원해주시고 늘 큰 사랑 주셔서 정말 진심으로 감사합니다. 앞으로도 여러분들께 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. 항상 건강하세요. 그럼 지금까지 황인엽이었습니다. 감사합니다.